ーとして有名になりたいんです。あ、ミッションをね、つばきさんに与えますんで。ミッション、今回はシーバス乗り合い線の深川吉野家さんに乗ってジギングとキャスティングにて狙っていきたいと思います。まずはジギング、ホールに集中しつつそこまで落としてワンピッチで上げてきてを繰り返します。40センチくらいのシーバスクゲットです。よし、これで一安心。よっしゃ、そしたらデカシーバスを求めてシャローを移動しましてキャスティングにて狙います。とここからはツイキャスをやっているので音声読み上げも入りますのでご了承ください。タモタモお願いします。お、でかそうですね。大きさはというと、じゃん、64センチでした。やったね、記録更新。そして沖の方に鳥山が出ているという情報が入ったみたいで大きく移動しましてキャスティングにて狙います。どうだけあのね、どうにもだからうん、女の子でも大丈夫だよ。お、来た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 、早速ヒット。来た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 。あ、取れちゃった。あれはまあ、逃がしちゃいました。バンジュリー13さん
頑張って、レイアットシーバロンさん、残念、レッドの王子様、ショウさんからボラ逃げた。お、来た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 来ほら見て、ほら釣れた。釣り上げれたけど、サイズは40センチくらいですね。お、来た、来たよ。そしてまた一頭。高くないな。でもちょっとマシかも。さっきより上げれるかな。そんなことない。ね。やっぱり40センチくらいか。お、来た来た来た。あ、来たけどダメだ。あ、来た来た来た。食い直しヒット。ね、きれいですよ。その後もバリバリ釣れますが、なかなかサイズアップは見込めませんでした。ってことで、せっかくだし来週発売のプロトルアープレートジグを試してみること。おお、よく飛びますな。あ、来た来た来た、やった、プロトルアーで来た。よし、これ絶対取りたい、絶対取りたい、絶対取りたい。あー、取れるかな。よっしゃー、来たー、これで釣れた。超嬉しい。ちょっと待って、これサメ取ろう。イエイ、釣れました。お腹のところに針がついているのでフッキングしやすいみたいです。巻き心地はバイブレーションっぽく竿先がブルブルするけど、震え幅がなんだか大きい感じがします。
来た来た来た、やばい、2匹目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 さあどんだけだし来た来た、よいしょよいしょ、でもさ確率、あ、またまた釣れた、また釣れた、うん、結構ね変わる、また釣れたわ、またそうかも、そうかも、うん、2桁いく確率高い、ボラじゃないから、はい、そんな感じで数釣りを楽しみつつ今回の長考は終了となりました。ってことでミッション達成ならず、でも新記録更新64センチ、やったー、さらなるサイズアップを目指して次回も頑張るぞ。この動画をいいと思ってくれた方はグッドボタン、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。ご視聴くださいましてありがとうございました。